大町塾は戦国街道の宿場。現在の長野県大町市の市街地に相当する。鎌倉時代初期に安住郡一帯を治めた西名市の転正時間を中心として軽に習った町割がなされ、三日町、五日町、六日町、八日、町、九日町、十日町など定期市が立つ市場町が形成された。戦国時代の武田市の統治を経て、 江戸時代には戦国街道の中心地として栄えた。塩や海産物を扱うとニや、中間につぎん屋があり、安住地方で栽培されたタバコや麻の集産地でもあった。伊井川の新州どん屋との交易は盛んで、毎年に千台以上が大町を経由した。大町塾以北は牛方、南は馬方による輸送が盛んであった。慶長13年には、 天満役が200国の石役を割り当てられており、街道に沿った九日町、上中町、下中町、八日町、五日町、高県町、六日町にそれぞれ置かれた天満屋敷が臨番でになった。また、現長年には、おほか屋と称する松本藩の出張陣屋が置かれ、もみぐらや炎蔵、朝ぐらが併設された。街道に面して、長屋門を設け、南北六県。 東西発見の建物であった。法永6年の絵図によると、宿場の真ん中を鹿島川から引水した町川が流れ、橋を架けて、両側の町屋の行き来を可能にしていた。南北に真姿を持ち、南の入り口には木道があり、上、中町や下中町に番屋が置かれた。また、江戸時代中期以降に、宿場北端に拡張した大黒町から東へ、 大町街道が分岐し、善光寺への参経路としても利用された。や数は、寛永15年に195件、安政2年には579件を数えた。硬貨4年の善光寺地震では甚大な被害を受けた。文政8年12月の赤身の騒動では、昇華13件が打ち壊しにあった。宣告街道、ありがとうございます。